坂田市民会館希望ホールは山形県坂田市にある多目的ホール。坂田市役所となりに2004年7月3日に開館した。坂田市が管理と運営を行っている。2004年には小沢誠司が指揮する新日本フィルハーモニー交響楽団によるコンサートが開催された。現在希望ホールは坂田フィルハーモニー管弦楽団活動拠点ホール。 および山形交響楽団による庄内公園の拠点地となっている。山形県内では音響設備が整っているホールの一つとされ、有名アーティストによる音楽ライブも年数回行われる。1962年に坂田市には1100席収容の市民会館が建てられ、42年の長きにわたり文化の中心としての役割を担ってきた。 しかし、施設の老朽化が問題となり、市は、敷地の選定を経て、新市民会館建設を、決定、2004年2月に竣工した。2002年2月、市名競争入札で入札を予定していた5つの、JV すべてが入札を辞退するという事態となった。坂田市は21億535万6千円の入札予定価格を公表していたが、各 JV は、 この予定価格内での受注は利益が見込めないとして入札書に自体予定価格内での受注は無理と記載した。2008年9月に公開された映画送りビットでは劇中のオーケストラによるコンサートシーンの撮影に同ホールが使用された。2004年に小沢誠二が指揮する新日本フィルハーモニー交響楽団によるコンサートが開催されたことを記念して 音楽と芸術が自然に溶け合う、潤いのある街づくりを進めることを理念として、2005年より、坂田希望音楽祭が毎年開催されている。おおむね6月から10月に開催され、支援事業、協賛事業の2種類の事業を行う。事業対象となった場合は、施設利用料等の特別減免が適用される。山形県坂田市本町2-2-10、予定価格。 安杉と全 JV が入札自体ウェーバックマシン。ありがとうございます。